2チューブをの撮影収録が終わって、その後コント劇の撮影があって終わって帰ってきたよ。昨日は昨日まで舞台やってて、そうですね、そうだよね、横ありが中止になっちゃったんですよ。本当に残念、残念なんですけど、でも今またねチャンスがね、チュリさんが一番寂しいと思うんですけど、またきっとチャンスがあると思うので、今はあれですね、皆さんの健康が第一ですね。とりあえずサリは昨日まで舞台やってたんですよ。で今日朝から名古屋で YouTube じゃない歌チューブしてました。めっちゃ疲れた、めちゃくちゃ疲れた、あ本当に本当に心の底から疲れた、すごい疲れたんですけど楽しかったんですよ。楽しかった分疲れたんですよ。舞台見た人、見てくれた人、そう今日の歌チューブももともとは観覧だったから、来てね、来てくださる、ん？来ようとしてくださってた方もね、いたと思うんですけど、そうですね、舞台の方はね、なんとか千秋楽までやらせていただいたんですけど、あ、舞台見たよと。本当にね、なんかあれなんですよね、すごい小劇場で、基本定員が70人ちょっとぐらいの、75人とかなんかそれぐらいの劇場で、で初めてそういうところにね立たせていただいて、まあ、普段からでもそのなんかこうサンシャイン広場だったりそういうとことかはねあるけど、すごいそういうとこで初めてやって、本当に勉強になったし、めっちゃなんだろう、普段の活動では絶対にできないようなことを経験できたので、すごい良かったなって。あと2分しかないか。そうでもお芝居ずっとなんか舞台やりたかったから、すごい本当にできて良かったですし、見に来ていただけて本当良かった。なんか多分いろいろな事情でね来れなかった方とか、チケット買ってたのに来られなかった方とかも結構いたみたいで、またね再演がねあったらね、その時に結構まあ連日満員だったので、その時にはいまた見てもらえたらなって。その時サリが出られるか分かりませんが、なるべく皆さんになんか見てもらえるように頑張ります。写真撮ろう。チケット取れなかったって言ってる人、そう10月にもね、10月11月にも舞台やるので、皆さん開けといてください。多分12月もやります。皆さん開けといてください、ぜひ。いろんなところに行くと思うので、いやだいぶ先だけどね、でも気づいたらすぐなってるもんですよね。まだ半年以上あるけど、10月、11月、12月も多分舞台がありますので、あとはコントがね4月にねあるので、西文化劇場、小劇場あるので、すごい舞台づいてる。じゃあ